カキンゲームズ。ブン、ハロー YouTube。どうも、デカキンです。イェイ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 、パフ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 、イェイ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 。ということで、今日はですね、パラダイスベイ後編をやっていきたいと思います。今、続々と、収穫してます。あれなんだろう？誰か来た。はじめまして、私シータって言うんだけど、ここが噂のパラダイスベイ？私最近独立してね、一旗あげようと思ってきたの。ここを直してバザールを開くのってどう思う？新しいメンバーが入りましたね。誰だっけ？アハ。シータ。アハ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 っていうのがシータですね。他の人の声もあんのかな、なんか。聞いてみよう。アハ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 。まあ最初にみんな似てんでしょうね、多分。あ、もう一人いたよな。どこ行った？聞いた。アハ。アハ。あはぁーって意味。ウェスリー、さすがウェスリーですね。で、今もう住居人が、うちの島に住んでるのがもう、これシータ入れて4人になりましたね。今回ですね、課金するお金をいただけたので、見てください。この7250ジェムを手に入れたんですよ、僕。そしたらね、もうね、楽しくてしょうがない。やっぱね、ジェムあると楽しくてしょうがない。もう初めての課金ですから、もうしかもこんな高額だったからもう手が震えてたんですけど、まあもらえるお金だからと思って、で課金してガンガンやってたんですけど、課金するとこんな早いんだね。こんな早くて楽しいと思わなかった。はい、では今の僕の島を紹介します。今のところですね、ここにまず、空いたスペースがあるのと、あと亀たちがいますね。でここに見てください、レモンとザクロ植えてあります。でここもね、もうかなり貿易がしやすいようになってますね。完璧な島になりつつはあるんですけども、ただちょっとですね、こことかここがね、まだスペース空いてるんですよ。なのでちょっと飾り付けたいなと思います。はい、ということで完成しました。イエイ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 、パッ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 、イエイ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 。さあ、ちょ見てください。一応ですね、ここの島に住んでる人が一応通りやすいように石畳をこうやってつけましたね。ほら、うはん、キアーニがこう通りやすかったりとか、あとフィンのとこもね、こうやって通りやすいように、あと休めるようにここにね、ベンチもついてあります。はい、でこっち側はこの2人が通りやすいようにまた石畳があって、ちょっとセンスの悪いこう魚の置物も、置いてあります。でね、ほら、ここはあれですよ。あ、やべ、レモン収穫できちゃった。これレモンなんですけど、まだ収穫せずにこのままで置いてありますし。で、作物はここで育つみたいな。ね、なんかまあまあ、まあ、まあ、初心者にしては、初心者にしてはいいんじゃないですか、これ。初心者にしてはいい感じの、島になったのではないでしょうか。ちなみにですね、服を作ったり板を作ったりとかする工場ですね、こう上にまとめてみました。はい、ゴミ屋敷です。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン、ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人、毎日楽しみにしてます皆さんからのコメント欄、朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。